こんばんは。めちゃくちゃゲリラ配信なんですけど、地震あったの？大丈夫？東北で震度6。え、そうなん？怖いね。大丈夫かい？みんな落ち着いてショールーム集まらんとって大丈夫？全然揺れてない。こっち長かったんだ。ちょっと怖いから警戒せんといけんですね。結構範囲広いね。ちょっと東北の方はショールームを開かずに、あれかも、待機しといた方がいいかもしれん。気をつけてください。地震大国やから、日本は怖いね。全然知らずにあらっとショールームを始めてた。お気をつけくださいませ。津波もね。寝てた？いや、寝てなかったです。起きてたんですけど、ちょっと今日はそんなに長くするつもりはなくて、明日が生誕祭なので、ちょっとまあいつもよりは短めでやって、明日に備えようかなと思ってます。ちょっとね、めっちゃ朝が早くて、で久しぶりの公演なのに、リハ含めたら3公演だからちょっと大丈夫かなと思って頑張ります。本当はバレンタイン前夜祭だからバレンタインっぽいことをしたい気持ちがあったんだけど、14が公演で15もお仕事入ってて、で今日もなんだろう、あのチョコレートが買えなくてバレンタインっぽいことが何もできないので、どうしたもんかって感じですね。クッキーありがとう。なので多分明日みんなからチョコもらえたらそれを配信で食べるぐらいかなって感じです。明日ね、あの生誕祭が夜公演になりますので、ぜひ楽しみにしていてください。今日はお話し会でした。ちょっとね、生写真撮影があって服着替えちゃったんだけど、これじゃないんですけど、女の子らしい格好で行きました。眠くなってきた。半袖、そう、半袖。なんか6枚目のお話し会の感謝枠の撮影をしててめっちゃ急に言われて、それが前日とかに明日のお話し会で撮りますって言われて、なんか夏とか、まあ、6月ぐらいのやつなので、まあ、冬服じゃないようにお願いしますって言われて、って思って、もう引っ張り出して、あんまりもう
断捨離して春夏の服めっちゃもうなくなってたからやっぱり出しました。銀河をチェック取ってきました。めっちゃ急だった。地震か、怖いね。なんか急に来るから日本、まあ予告するとこないけど、うん、東は多いね、特に地理パが地震速報になってる。あ、そうなん？え、自分本当にほとんど地震を経験したことがなくて、一回だけ鳥取であった地震がちょっとだけ伝わってきてみたいな。でも本当にね、短い時間の一瞬でした。そんなに震度もめちゃくちゃ大きいわけじゃなかったんだけど、なんか3とか2とかぐらいだったんだけど、めっちゃ怖かったから。絶対怖いよね。気をつけください。クマ、ありがとうございます。クマさん、ありがとう。防災、きっちり。じゃない、あさっての8時から瀬戸内 PR 舞台のミュージックビデオがプレミア公開されるので、皆さんぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。みちゅさん配信終わった。マジか、マジか。ちょっと私も終わろうかなちょっと始めたばっかりなんだけど、タイミングがめちゃくちゃ変なタイミングで始めてしまった。明日生誕祭なんですけど、頑張りますのでぜひ見てください。頑張ります。緊張するんですけど、 DMM で見ることもできますのでよろしくお願いします。ありがとう。今日お話し会ありがとうございました。ちょっとあまりバレンタインっぽいことはできないかもしれないですけど、明日生誕祭頑張ります。ちょっとめちゃくちゃなんか短い変な時間帯の配信になってしまったんですけど、今日も見てくださってね、しかもゲリラでありがとうございました。ということで壇上を読みたいと思います。
ちょっと待ってね。13位がヨッペリアンさん、12位がマピさん、11位が70式渡辺さん、10位がタロさん、9位がタオさん、8位が七島丸さん、7位がパチロクさん、6位がカイトさん、5位が市下さんでした。13位から5位までの皆さんありがとうございました。そして3位が平行さん、2位がワンワンさん、1位がトートーさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。というわけで今日はちょっとめちゃめちゃ短い時間なんですけど、すいません、ありがとうございます。また明日、バイバイ。地震とかね、なんか余震とかも、もしかしたら地震じゃない、余震じゃない、次のもしかしたらあるかもしれないので、ちょっと警戒しつつ気をつけください。見てくださってありがとうございました。バイバイ、終わります。ありがとうございました。